四月知恩院、歴史的な法要の場に由緒正しい寺の住職がいた。その直系として幼い頃から仏の道を生きてきた男、中村栄禅。仏教の国タイ、首都バンコクの市街地に厳格な会員資格が求められる特別なスポーツクラブがある。ここに倉本正弘プロをはじめ、世界で知られるそうそうたるプロゴルファー、さらに著名な芸能人が日本から集結していた。この特別な場所で中村栄禅は自身の決意を熱く伝えた。この深夜のプロテストというのは世界中を見てもタイだけの制度なんです。50歳になった時にもう一度プロゴルファーを目指してチャレンジしよう。タイシニアプロテストこそゴルフ界を盛り上げる起爆剤になる。乗り越えてきた多くの困難、憧れの大先輩がにお越しいただいて、このような試合を開催させていただけること、本当に嬉しく思っております。ゴルフへの思い、初心の気持ちを忘れず、チーム全のスタッフの仲間とともに、仲間と歩む道、タイからゴルフ界を盛り上げるべく邁進していきたいと思いますので、タイで掴む夢、世界でここだけの戦いに挑むシニア世代の熱いドラマを追った。2月、タイのゴルフ場に日本からシニア世代のゴルファーが次々と集まってきた。そこには並々ならぬ決意があった。一番今忙しい時期なんですよ、税理士なんで。なのにこんな時にこんな来てるんでめっちゃ気合いだ。中村栄禅は主催者としてこの場所を取り仕切っていた。おはようございます。全ゴルファーズファクトリー代表中村栄禅です。この度は日本人専用のタイシニアプロテストにご参加くださりまして、多くの苦労を経てタイで日本人専用のシニアプロテストを実現させた。シニア世代を対象にしたプロ資格の認定制度は世界でもタイだけ。講義をよく聞くと、そう、日本語のナレーション、日本からの挑戦者への歓迎がうかがえる。中村さん、今からどちらに？パッティンググリーンで、このルールの救済とか、このデモンストレーションがあります。今日は晴れてていいですね。タイでこの晴れてるってこんないいのは、いい天気って言わないんですよ。曇ってんのが天気がいいって言うんです。その今からやるののこのプロテストの中での意味っていうのはどういう感じなんですか？やっぱりそのプロゴルファーになっていただく心構え。まずルールはもちろん、マナーや心構えなどの講義をしっかりと受けなければならない。政府や協会と長い交渉を経て、ここまでのスムーズな運営を任された。整った挑戦の舞台、夢への一歩を語る受験者に出会った。僕実は10歳ぐらいからゴルフしてまして、ゴルファーになりたかったんですけど、ちょっとまあ親の反対でなれなくて、でこの年になってまた挑戦してみようかな。世界でここだけの挑戦ができる国タイ、日本にとっても身近な国だ。主要な国際大会も開催され、ゴルフ熱は熱く、国内には150を超えるゴルフ場があるという。シニアプロテスト、講義に続いてはいよいよ筆記試験だ。問題は日本語で、受験者には嬉しい限り。ここにも栄禅と仲間が積み重ねてきた苦労が垣間見える。合格基準はシンプル、筆記に加えて2日間トータルのスコア12オーバー以内が求められる。順位は関係なく、自分自身のスコアのみ。結果を出せばプロ資格が得られる。タイシニアプロゴルフ協会の会長スティンさんをお迎えしたいと思います。協会トップも激励に訪れた。ここまで長い時間をかけて関係を築いてきたその苦労は想像に難くない。頑張ってください。受験者からは
高揚感と期待感が伝わってくる。ゴルフを見るのとやるのが好きなただの普通のおじさんでしたけども、プロテストとも知り、じゃあ俺もやれるかな、やってみよう、もう本当そんだけです。年取ってから真剣にやるやつもいるんじゃないかなと思うし、いいんじゃないかなと思いますか。夢がありますね。はい、あると思います。筆記試験は全員合格。コースでの実技試験初日を迎えた。スタートホールには緊張感が漂っていた。そしたら一組目の方、おはようございます。まず安楽さんのマーカーを。コースでも日本のスタッフがルールなどを随時確認して丁寧にサポートしてくれる。それぞれの思いを胸に緊張が高まってきた。比較的リラックスされてる方もいるし、やっぱりすげえ緊張されてる方もいるし、50歳超えてね、緊張する場所ってなかなかないじゃないですか。こういう場所を選んでいただいてお越しいただけるって本当にありがたいと思います。そしてお願いします。世界でここだけしかない舞台、タイで掴む夢へ、挑戦者それぞれの戦いが始まった。エーゼンと共に歩んできたチームのメンバーも独自に受験者の気持ちをほぐしていく。右腕的な存在の追田さんは緊張ですね。ドキドキですあの皆さん通っていただきたいと思うんで、なんとかね、緊張する中こちらも緊張するっていう形で、思いっきり50からの青春で頑張ってほしいです。皆さんそれなりのポジションにいる方なんですけど、子供のように緊張してますね日本人専用のシニアプロテストは今回が3回目。過去2回で8名が合格している。そして一度は封印した夢、新たに挑戦する機会を選んだ佐野さんもティーグラウンドへ。そうなんです。自身の実力を出せば合格ラインには到達するメンバー、それぞれがスタートしていく。エーゼンはじめチームのメンバー全員が受験者それぞれの思いを知っている。いつも通りの実力を出してほしい、そう願ってサポートに徹する。無事に送り出したエーゼンもほっと一安心。普段よりショットしていきます随所で見られる好プレー、挑戦者からは充実の表情が伺える。実力通りやわ。楽しいです。楽しい。いいですね。いいですね。面白いわこの緊張感が、はい、プレーが進む中、ある親子が声をかけてきた。実は将来を嘱望されているジュニアゴルファーが応援に来ていた。僕の生徒の加藤金次郎君です。こんにちは。2年前ぐらいに練習に来るようになって、で今はまあ大体2ヶ月3ヶ月に1回ぐらい習いに来てくれてます。年めっちゃ上のそのプレー見てどう思います？いや、そのプロテストですごい緊張すると思うんですけど、すごい皆さんいいプレーしててすごいなと思います。いいこと言いますね見てへんやんけ見てへんやん全然。今見たの金ちゃんなんかはまあジュニアで先がこう希望があるじゃないですか。だからやっぱりその今を見るんじゃなくて、なるべく先で伸びるようにと思っては指導はしてますけど。良好な関係もあり、金次郎さんは順調に成長。2019年にレガシーゴルフクラブ内のほぼ中央部にアカデミーを開設したことで協会とのつながりをさらに深めた。元はジュニアプレーヤーの育成に力を入れていたエーゼンだが、チームの協力でシニアの指導にも注力。バンコク市内でもスタジオを構え、タイに駐在する日本企業のゴルファーらも気軽にレッスンに通える体制を整えている。シニアプレーヤーには攻め方や番手の選び方を教えるなど、それぞれの立場や希望に合わせたレッスン方針をメンバーで共有して取り組んでいるという。そしてシニアテストの初日が終わった。長年アマチュアで楽しんでた方もそこからプロになってやるわけですね。新しい本当にカテゴリーみたいなのができると思いますね。これはもうすごくいいことだと思います。
今夜どうしますか。今夜どうするんでしょうね。何もまだ考えてませんけど、まあ、あの酒飲むんじゃないですか。そっちの方が社長欲しい、ね、あの多分、ね、そのお酒の味も、ね、多分なんか、ね、昨日までのお酒とはちょっと違うと思うので、それを楽しみたいと思います、はい、シニア世代になって出会った今までと違う自分、それぞれの夜が明けた。必ず1日目夜は自分に振り返るんで、その振り返った自分を、まあ、腹くくって今日開き直ってやるっていうような形だと思うんですよね。でその間にこうコミュニケーションしたいということで、あのいろいろ本当にメッセージいただいて、あの3回目にしてなんか僕らもやってることが正しいかもっていう。夢を叶えるための1日、高まる緊張感。合格者出てほしいですね。いや出てほしいですね。まあ今回予想では4名から5名。結構やっぱりピリピリしてますよね。ちょっとピリピリしてます。緊張してます。僕もピリピリしてます。多くの挑戦者は思うような結果が出ず2日目を迎えていた。それでもその表情はどこか充実して見える。最後までギリギリの戦いが続く挑戦者、エーゼンもやはりスコアの行方が気になる。え、アーバン2のままですか。はい、オッケー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 、耐えてる耐えてる。随所で見られる好プレー。うわー、ナイス。安楽さん、これ入れたらまだ貯金1。結果が特に気になる挑戦者がいる。その胸の内が痛いほど分かるからだ。おお、ナイス、ナイス。おお、やっぱり背負ってるものがあると思うんですね。やっぱり今回出ていただいている中で言ったら、やっぱりこの川本さんと安楽さんがゴルフ界で生きてる人やから、やっぱりレッスンもしてるじゃないですか。生徒さんに報告もしないといけないでしょうしね。だからそういうふうにやっぱりこう背負ってるものが大きいんでしょうね。それでも挑戦するっていうのはかっこいいですね。いや、かっこいいと思いますよ。でやっぱり特に川本さんなんかでも人気のコーチなんで、来る直前までやっぱりレッスンで。ゴルフ界で仕事をしているにもかかわらず、あえてチャレンジの道を選んだ受験者の姿。ただテストの場を提供するだけでなく、多くの場面で挑戦者に寄り添ってきた。しかし2日目の後半を迎える頃には合格の可能性が残る受験者は絞られていた。ただ一人順調に進む佐野さん、子供の頃から描いていた夢の実現、その瞬間が着実に近づいていた。ナイス、ナイス。そして、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これ落ちたらいいの。最初に連絡させてもらってから今まで1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月ちょっとですかね。すごくあのいい対応してもらって、何の不安もなくここに来れて、今ここに立ってるっていうのがすごく嬉しい限りです。卒業文集に綴られていた将来の夢、プロゴルファー。若い時にプロに なれたかったなという夢があったんですけど、それが一旦消されて、でまあいろんなこのタイにいるタイミングだとか、知り合うタイミングだとか、いろんな巡り合わせを経て、まあ今こうして無事、まあ、プロになったんですか。おお、そう、プロになったんですよ。世界でここだけ、タイで夢をつかんだプロゴルファー佐野学が誕生した。佐野さん以外は結果を出せなかった。
それでも最後まで戦い抜いた姿は潔く、そして清々しかった。挑戦を決めてから今日までの日々、その表情はどこか輝いて見えた。楽しくプレーできるんやなっていうのは僕も勉強になったんだが、まあ寂しもうて本当に、だから見てても気持ちよかったし、本当にいいプレーされるなと思った。昨日もねちょっと悔しくってね、涙を見せてくれありましたけど、今日どんな感じになるかなと思ったけど、本当に変わらずいいゴルフ見せていただいて、朝の1のティーショット昨日も今日も良かったですね。ありがとうございます。半年近く猛練習して、まあ、なんとかゴルフできるようになってきたかなっていうところでチャレンジさせてもらったんですけど、やっぱりちょっと競技、いざ競技になるとやっぱりそのプレッシャーとか、やっぱりそのチャレンジするという意味ではやっぱり一緒ですね。本当に自分にとっては大きな一歩だったなと思ってます、はい、やっぱりプロテストを受けたっていうのが一番大きかったかなっていう。テストまではね、練習ラウンド含めてね、いろんなことを頼ってくださってね、でアドバイスさせていただいて、なんかやっぱりこう身内みたいに気持ちになるじゃないですか。でもそこでやっぱりいいプレーをしていただいたら本当嬉しいし、やっぱりこうミスされたりしたらやっぱり僕自身も悲しくなるし、ね、やっぱりドラマがありましたよね、まあ、これを絶対乗り越えてまた8月にですね、いい結果出せるように精進していこうかと思ってます。チャレンジしなかったらこの悔しさってないよねっていう部分では本当にいい経験させてもらったかなと。高校の時の部活動の時の感覚みたいのをちょっとこうなんか蘇ってくるような感じだったんですけど、今言われたように悔しさってなるとやっぱちょっと違いますよね。多分今のが本気なんでしょうね、多分ね、うん、本気の時の悔しさみたいのはこういうことなのかなみたいな、ちょっと分かったかなと思います。僕もドラゴンやってて、でラウンドもうまくやるようになって、でこうやって出てみて、やっぱりちょっと違うものもいっぱい見えてくるし、絶対これは受けた方がいいです。もう50歳の人たちはこれ一回受けると絶対いいと思いますよ。テストが終わった週末、空港にこの男たちが降り立った。タイで開催されるシニアツアーに参戦する招待選手、日本から11人のそうそうたるメンバーが参加するという異例のシニアツアー。エーゼン自身も夢に描いていた大会がもうすぐ実現する。ウェルカムパーティーでは師匠の奥田プロからもメッセージがあった。熱いものが込み上げてくる。タイに渡ってから重ねてきた苦労、この日を迎えた喜び、師匠からの温かいメッセージ。みんな協力してると思うんで、ぜひ夢を実現するように、ね、邁進してやっていこうみたいなと思います。本当ありがとう、感謝しております。迎えたツアー初日、そうそうたるメンバーが続々と会場入りする。そこにあるゴルファーの姿があった。そう、プロになった佐野さんだ。まだあんまり実感湧かないんですけど、まあ、今入ってきて有名なプロの選手たちがさっと見えて、まあ、一緒にやるんだなっていう、ちょっと徐々にこう実感が湧いてきてるというか。エーゼンにとってこのツアーは多くの意味がある。師匠奥田プロへの思いは強い。多くの方の協力もあり、この日この時を迎えた。順番にスタートしていく招待選手、これだけのメンバーが集まったことで実はタイの参加プロも急増。予選に180人が参加するというタイのシニアツアーでは異例の規模になったという。日本人専用のシニアプロテストの実施、そしてその翌週にはタイでも最大規模となるツアーを開催。多くの困難があり、難しい交渉があった。それでもゴルフへの熱い情熱は消えなかった。中村栄然にとっても世界でここだけ、タイで掴んだ夢だった。一人目が奥田プロやったんでね、僕の師匠のプロのショットを後ろで
見守らせていただいて、その自分が開いた試合でね、その師匠に出ていただける喜びっていうのは本当に何とももう感無量でした。そしてプロとしてツアーに参加する佐野さんがティーグランドに来た。一組前の横田真一プロと会話を交わす。佐野さんのためにやった大会って、ほんまにプロテストからの流れで、プロテストを合格していただいた暁にツアーを開催したという男のロマンを、それでも皆さんを呼んだんですよ。僕のために呼んでもらったんです。そうなんですよ。テストよりもまだ楽ですかね、気が。ああ、そうだと思いますね、はい、子供の頃に描いたプロゴルファーになる夢、夢を絶たれた現実、新しいチャンスをつかみ50歳を超えてたどり着いた舞台。プロとして名前を呼ばれた。この日、この瞬間、佐野さんの心にあるものは。されて初めてのティーショット、かなり緊張されたと思うんですけど、ナイスショットでした。出る方もちょっと緊張が、いやいや、もうピリピリしてましたね。あの、伝わってきましたね。ちょっとアドレスちょっと長かったですね。佐野さん自身はテストの方が緊張されたというけども、やっぱり僕から見たらやっぱり今日の方が若干緊張されてたように見えましたね。僕のこう目指してたところっていうのがこれなんですよね。やっぱりシニアにこう、そのなんていうんですかね、勇気を与えて、この生きる勇気ですよね。やっぱりそのタイに来ていただいて、でプロになって、で小さい頃の夢が実現して、で実現したと思ったらすぐに往年の選手がこれだけいてる試合に出ていただける、これ本当に僕がやりたかったことなんで、これをどん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 日本に広めて、たくさんの人に知っていただいて、そのチャレンジしたいっていう方を増やしていきたいなと思ってます。ああいう表情を見たんですね。いや、そうですね、本当に見たいです。第4回のタイシニアプロテストは8月に開催予定。すでに多くの参加者が名乗りを上げているという。この日を迎えたエーゼンが特に感謝する憧れのプロ3人。タイでね、こうやって試合に久々に参加させてもらって、当時あのレギュラーツアーで戦ってた、例えばタイオープンとかで戦った選手が出てるんで、まあ、そういう意味ではすごくいいですよね。倉本プロがタイに来てくれたから今日がある。感謝の思いを伝える。師匠奥田プロへの思いはさらに強まった。入る、うおー、ナイス、ナイスバディ、ナイスバディ。最後かっこよかったですよね。さすがやと思います。ギャラリーがね、何人かいるだけで、もうバディが来るんです。観光庁、スポーツ庁、もうね、それ政府の人にね、お願いに上がってこうやって協力していただいてね、こう国を挙げてやっていただけてるっていうのはもう本当もうすごいなと思いましたね。ゴルフの道をとにかくまあ外さんように、あの僕も教えたことが合うてるとも間違ってるとも今分かりませんけど、やっぱりそのゴルフの精神みたいなものをね、ずっと伝えていってほしいなとは思いますね。そこは確実に、確実かどうかは分かりませんけど、受け継いでると思います、はい、そして実際に多くの選手を集めてくれた芹澤プロへの感謝。こうやって呼んでいただいてね、みんなまとまってきて一緒にやってるんで、なんとなく楽しい感じありますよね。まあ、でもシニア世代だから、これはもうレギュラーと違ってギラギラしてるか。そんなしてないよね。日本とちょっと違う、ちょっと違いますよね。OB のプレッシャーっていうよりも、なんかこう、
ハザード、あの PK とかバンカーとかでこうグリーンのアンジュレーションもちょっとあるんで難しいです。野球人でね、江川さんの球打ったりちょっとやってみたいですよね50歳ぐらいからねプロ野球目指して希望のないゴルフをするよりもなんかこうなんか目標を持ってやるっていうことを、ね、やりながら目標があれば、うん、あの全然いや、タイに行って予選通れば試合に、プロと一緒に試合ができるっていう、はいはい、僕らすごいいい時代にゴルフできたんですよ、男子、日本の男子の中では。で、今の子たちはもう本当かわいそうだと思うし、逆にシニアから盛り上げるっていう、そうです。予選2日目、リーダーズボードの3位に見慣れない選手の名前を見つけた。湯浅滝プロ、タイシニアプロテストの第1回の合格者だ。若い頃プロを目指していた。今回参加した選手とも一緒にプレーした経験がある。エージェントもしのぎを削った中で今回の取り組みで夢を叶えたシニアプロの一人だ。昔一緒にやってた子らの名前見てちょっと刺激を受けて初日頑張れたんですけど、ボードにも出てました。出とったよ、トップで3位までくらいいたら、またまた来年頑張ります。実は先週のプロテスト受験者にはツアー本番での再チャレンジが用意されていた。中村敦さんはそこで見事合格、プロとなった。さらに予選も通過して最終日へ。これまで3回日本人専用のテストが実施され、合格者はこれで合計10人となった。ツアーは最終日に好プレーを連発したタイのタマヌーンプロが優勝を果たした。多くのドラマを生んだ10日間が終わった。世界でここだけの挑戦、エーゼンの取り組みに、そして挑戦者に、今回参加したプロからも熱いメッセージが届いた。シニア層になるとやれる、今までやれたのにやれないことが増えていくじゃないですか。でそれがやっぱりやれなかったことがやれるわけだから、これすごくやっぱりね、これからシニアになろうとする人には多分すごい、いい目標になると思うので、シニアになって今年3年目になるんですけど、でシニアがもうちょっと盛り上がってくれたら中高年世代の方がね、喜ぶんじゃないかなと思ってはいますよね、はい、自分がゴルフずっと20年30年やってきて、やっぱプロになって試合出たいなって人いると思うんで、ぜひタイに来て挑戦してほしいと思います。また挑戦してそこでプロテストとか試合に出るとまた違う難しさがあるので、それを実感して楽しんでほしいなと思います。試合の楽しさってなんか格別っていうことですか？そうですね、やっぱりね、苦しいのもあるんですけど、その苦しいのを乗り越えた時にやっぱりすごい喜びがあるんで、それを味わってほしいです、はい、シニアになってまたグランドになって、それでもね、まだもう一回チャレンジするっていうね、そういうお客さんも今日お話しましたけど、もう目が光ってますよね、うん、もう僕ほとんど真っ黒で死んでる感じやったんですけど、そういう人のお顔を見ると、あーすごいやる気でね、これからゴルフに打ち込んでもっと頑張ろうっていう気持ちになっておられるんで、応援したいなという気持ちになりますし、で僕自身もあもっと頑張ろうっていうね、そういう元気僕らが逆にもらってますよ。スタッフにやられてるんで、そう考えるとやっぱりこういう場所で逆に今度はタイにね、マークさんをやっつけるという、これは最高じゃないですか。ゴルフってやっぱりそういうスポーツじゃないですか。だから永遠にできますもんね、やろうと思えば。